のフランチェスカです。さあ今回は私の大好きな宇宙人のお話をしていきたいと思います。宇宙人って一言に言われると、宇宙人のこととかあまり知らない人だったら、こうグレイ星人とかアニメとかオカルトのテレビとかに出てくるようなフォルムの形のある宇宙人っていうのを想像したりすると思うんですよ。でも宇宙人のこととかを知ってる人は、いろいろいるよね宇宙人ってね、思ってる方も今いるかなと思うんですけど、私は最初宇宙人に会いたいなと思い始めた時はそんなに知識がなくてですね、その頃よく分かんなかったんですよ。周りにいるいろんな方がいろいろ知識を教えてくれたけど、よく分かんなかったんですよ。飲み込めなかったんですよ。なので今回は当時の私みたいによく分からんなって思ってる方がいたら、その方のために、宇宙人って一体何ぞや、どういうことなんだっていうことをね、お話ししていきたいと思います。では行きましょう。では宇宙人のことについてお話ししていきたいと思います。まずね、私が最初に宇宙人に興味を持ち始めた時に、宇宙人に会いたいな、他の惑星とか地球の外に生命体がいるとしたら、その生命体が形を持っていて、で握手したりとかで喋ったりとか、そういうことができるとしたら、それってすごい異文化交流的な、惑星間交流的な感じで、すごく素敵でロマンになることだなと思ったのがきっかけで、会いたいなって強く思うようになったんですけど、その時点で私が会いたいなと思っていた宇宙人っていうのは、さっき言った通り触れ合える、握手したり会話をしたり、お互いの体を目視して目で見たりっていうことができる、こういった地球で言ったら人対人みたいな感じで、触れ合える同じ次元にいる宇宙人っていう概念だったんですよ。で、最初それしか知識がなかったから、そのままいろんな人にお話を聞いてると、宇宙人って肉体が持ってないとか、高次元に行くと肉体がドロドロに溶けてなくなっている、形がもうないけど会話ができるとか、テレパシーを送ってくるとか、いろんなことをね聞いたんですよ。で、それで何のことよくわかんないんだけどって当時思っちゃって、で頭の中でね、状況整理というか、どういうことなんだろうって理解しながら整理するのにちょっとだけ時間がかかっちゃったってことがあったんですけど、それが一体どういうことだったのかっていうお話を今日はしていきたいと思います。まず宇宙人って言っても、本当にいろんな形、いろんな種類がいます。で、私がさっき最初に言ったみたいな、3次元で肉体を持っている、4次元空間で生きている地球人みたいに、体を持ってる、肉体を持ってる、今この人生この体で送ってるっていう宇宙人も、もちろん私はいると思ってます。で、同じ進化レベルというか、そういう宇宙人と会えたら楽しいなって私は思ってるんですけど、まあそういう体を持ってる宇宙人もいます。で、目で見てわかる宇宙人っていうのは、多分そういう肉体を持っている、もうその肉体で人生を送っている宇宙人のことだと思います。で、その宇宙人たちもいろんな進化を遂げているわけですよね、地球人と一緒で。私たち地球人の人生なんて、そこそこ100年ぐらいでね、宇宙規模で見たらめちゃくちゃ短いなって思うぐらいの時間しかこの体では過ごせないわけじゃないですか。で、宇宙人もそういう短い人生を送っているものと、もっと長く人生を送っているものってあるんですよね。地球人だって未来になって医療がどんどん進化したら、若返りの技術とかもできちゃったりしたら、200年300年で生きれる可能性あるじゃないですか。肉体がボロになってきたら、それをメンテナンスして、キリックしてって言って、死なずにメンテナンスして、何回も繰り返してこの体を使ってみたいなことをやってると、寿命はどんどん伸びていくわけですよね。っていうのを考えると、地球人でここまで発達してるんだったら、宇宙人とか他の惑星の文化でもっと発達してるところはもっとすごいに違いないということで、肉体を持ったまま何百年何千年って生きている宇宙人だっているっていうお話でございます。で、そういう肉体を持ってる宇宙人と、また別に肉体を持ってない宇宙人っていうのも存在します。肉体を持ってないっていうのはどういうことなのかっていうと、進化のレベルが上がっていくと、肉体を必要としない意識レベルで進化をして、意識体として存在している宇宙人がいるということです。まず生きるということは、この体が絶対必要で、この体がないと死んじゃってるっていうような考え方をしているとすれば、もうそこから取っ払わないと意味が分かんないかなと私は思いました。なので、もう私たちは今の人生を過ごしてて、で死んじゃう、まあこの体から離脱するときですよね、お葬式をしてもらうような状況になったとき、もうこの体ポンって死んじゃったら、もうそこで人生終了ですってなるって思っちゃう部分もあるんですけど、その先どうなるか分かんないからね、そう思っちゃうんですけど、でも実際はそうじゃないかもしれない。死んだ後も意識体が残ったり、魂が残ったりして、また次のステップに行ったり、また次の人生を歩み始めたりっていう風にね、まあこの肉体とか体を脱ぎ捨てて、次のステップの次元に行ったところで、意識体として存在している宇宙人っていうのももちろんいるわけですよ。もうそうなると宇宙人
人なのかってなるんですけど、まあそういう存在もいるわけですよ。レベルアップをして次元のレベルがこうどん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 数字が上がっていくと、もっともっとすごいものになってくるわけですよ。だから私たちが今よく知っている神様とか、そういう風に崇めてるような存在、すごい偉人が昔はいたんだって思ってた存在は、そういう関係で地球に来てた人たちなんじゃないかって言われてたり、そういう人たちは地球で亡くなった後もすごい高次元のところで意識体として今も地球を見守ってるとか、そういうものがねあったりするんじゃないかなと思っております。でそのレベルアップをしていくっていうのは一体どういうことなのか、何回も経験値を積んで転生を繰り返してると経験値が上がってレベルが上がっていくゲームみたいなものなのかっていうと、まあそれに多分近しいところもあるんでしょうねって私は思ってるんですけど、どういうことなのかっていうと、すっごいこれね難しいというか表現がね難しいなと私はいつも思ってるんですけど、そのレベルアップっていうのは精神レベルが上がるっていうことだと思います。もっと具体的に言うと、自分の中の考え方とか意識とか、まあ、そういったものの変化で認識意識一つで変わっていくものなんだろうなと思っています。これね外から見える形のあるものじゃないから本当に難しいな、地球人の認識では難しいなって本当に本当にいつも思ってるんですけどね。こういうこと言い出すとね、なんかちょっとこう危ない怪しい宗教チックって言われちゃうかもしれないんですけど、まあ宇宙っていうと調和の世界なわけですよね。愛とか平和とか、まあ、そういう私たちが言うとすごく理想素敵だなって思ういい意味での世界っていうのが、まあ、根本としてあるわけですよ。だからそこに向けていくための精神レベルを持っている人たちがだん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 こうステップアップをしていくっていうイメージなんだろうなと私は思ってます。でも今ここで生きてると喧嘩だってするし、嫉妬だってするし、嫌なことがあれば嫌な気持ちになるし、怒る時だってあるし、嫌なことされたらムカつくって思う時もあるじゃないですか。だから全員がすぐにそういう意識になりなさいっていうのは難しい話だと思ってるし、もちろん私もそれができてないし、なかなかすぐにはいかないよなって思う部分があるわけですよ。でもそんな感じで、まあ愛とか平和とか、なんかこうヒーローみたいになってきたけど、まあそういうものに対しての意識が高まってきた時に、もう次元がちょっとずつ上がっていくわけですよね。で、その中で今地球っていうのも次元が上がっていく途中というか分岐点にいる時期って言われてるんですけど、まあそれで目に見えないものの概念ってすごく難しいし、これですよって目で見せてあげれない、目で見えないから捉え方も本当に難しいなって思うんですけどね。でもここで一つ私がいろいろ調べたり聞いたりしてる中で絶望したことがあって、それはまあ意識レベルが違う、次元が違う世界に住んでる者たち同士は交わらないっていうことを聞いたことがあって、それですごくショックを受けました。だって私は宇宙人に会いたいと思っていて、ちゃんとコンタクトを取って握手ぐらいはしたいなと思っているのに、交わらないということは見えない上に触れない触れられない、お互いの認識ができないっていうことだよなと思ったらすごくねショック、悲しかったです。今この動画を撮ってる私のこのお部屋の空間に私がいます。私は今4次元の世界に生きている3次元の肉体を持っている地球人です。で、同じ場所にまた別次元の別の周波数を持っている人が存在してたとします。でも私からはそれは見えないし、向こうから見えてるのかは知らないけど、でも見えないわけですね。振動数が違うから、もう全く違う個体としても全く違う別世界として存在してることですよね。交わっていたとしてもそれで干渉ができないっていうことなんですよね、きっと。でもそう言われると納得する部分もあるんですよ。だって幽霊とかだってさ、絶対いるだろうなと思うし、音がしたりとか、何なんだろう、不思議だなって思うようなことっていっぱいあるじゃないですか。でもそういうのも見えない時点でなんでってなるわけですよね。そこにいるのになって、っていうことはそういうことですよね。次元が違うとか周波数が違うとか、肉体を持ってる持ってないっていうので干渉できないっていうのと同じような理屈なんだろうなと私は受け止めておるわけなんですけども、でもそれってすごくショックなわけですよ、私からすると。でもここで一つ希望があったのは、高次元の宇宙人は次元を自分の体のレベルで下げて会いに来ることもできるっていうことですよね。ってことは私が今3次元4次元にいるとしたら、5次元以上の宇宙人は自分の体を見えるように設定して私の前に現れることも可能ということですよね、っていう感じに私は受け止めているわけですよ。まあそうだったらまだ夢があっていいな、ちょっと期待してるんですけど、まあでもどうなんでしょうね。それともう一つ、これもねすごいなって思ったんですけど、宇宙の中にね惑星とか恒星とかいろいろ星があるじゃないですか。で、どの星にも生命体が存在しますっていうお話を聞いたことがあります。どういうことだって思ったんですけど、だって太陽とかめちゃくちゃ熱いんですよ。地球人とか一瞬で蒸発してもう塵の霧の蒸気になっちゃうような環境なわけですよ。そんなところで生命体
どういうって思うわけですよね。私たちの認識でいれば、自分たちが生きられない環境だから。肉体を持っている宇宙人でも、そういう環境に適応して進化をしていって、太陽みたいな暑いところでしか生きられないっていうようなものも存在するかもしれない。もう私たちの科学の域を超越した場合の話なんですけど、また別にそういう話で意識レベルが上がって次元が上がると振動数も増えて温度も上がるっていう風に聞いたこともあるんですよ。摩擦熱じゃないですけど、まあ、そういうイメージで私は当時思ったんですね。温度が全体的に上がるから太陽みたいなところで暑いなと思ったところでも平気っていうことなんでしょうね。すごくそれも不思議な話。はい、ということで、今回はちょっとまとまりがないお話になっちゃったんですけど、最後まとめると、私が思っている宇宙人っていうのは、もともと体があって触れ合えることができるっていう同じ進化レベルの存在のことを思ってたんですけど、その他にも進化とかいろいろ繰り返したら、私たちの体を持った人生とはまた別の領域で生きている生命体、意識体もいたりとか、本当にいろんな種類、いろんなジャンルの生命体がもう入り混じってる大宇宙なので、もう一つの括りにこれとこれとこれっていうのが難しいっていうぐらいいっぱいあるというお話でございました。なんかそういうとね、もう全てには命があって、全てには意識があってっていう風な認識にね、こうだん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 スライドされていっちゃう私なんですけど、それでもね、個人とか個体って認識で生きてるって思うと、そういうややこしいなって思っちゃうんですけど、もう宇宙って集合体、集合意識で生きているので、もう宇宙自体が生きてる生命体みたいなもんなんだなと私は思っていたりします。ということで、今回は私の大好きな宇宙人、宇宙のお話についてお話ししてみました。もうちょっときれくまとめてお話ができるようになれたらいいなと思っておりますので、これからも飽きずに付き合いいただけたら嬉しいなと思っております。何かリクエストとかコメント質問がありましたら、コメント欄に書き込んでいただけるとチェックしているのでよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。